今日は県内19地点のうち11の地点で2月の最高気温を記録しました。今日も高気圧に覆われた県内、午前中から気温が上がりました。午後4時までの最高気温は名取で 21.5 度、仙台で 21.1 度、塩釜で 21.0 度などとなりました。県内19地点のうち16地点で今年最高、11地点で2月の観測史上最高を記録しました。今日はちょっと薄めの服を準備して出してきたので、2月だと結構普段仙台だと雪が降るので、こんなに暖かいのは結構びっくりしてます。こちらの梅の木、ここ数日の暖かさでつぼみがどんどん開き始め、可愛らしい花を咲かせています。若林区の仙台農業園芸センターの早咲きの梅は、例年この時期は数輪しか開花していませんが、今年はすでに3割から4割の花が咲いているということです。いや、もう本当に早いなと思って、こんなにね、急に暖かくなってね、梅も急に咲いて、もう春も近いのかなみたいなね、花の見頃は例年3月下旬頃ですが、この暖かさの影響で今年は3月中旬に早まると見られています。その一方で、この暖かさに頭を悩ませている人たちもいます。例年1メートルを超える雪の壁がありますが、今年は雪の壁はありません。栗原市の公営地区です。例年この時期は雪に覆われていますが、今年はその姿が一変しています。公営地区でイワナの養殖を営む和又貞夫さんも、今年の雪の少なさに驚きを隠せません。今年は今までないくらい少ないですね。もう70年以上ちょっと生きてるんですけど、初めてです。栗駒山からの雪解け水でイワナの養殖を行う和又さん。雪不足が今後の水不足につながらないか心配しています。イワナの場合はやっぱりこう水量がないと酸素がこう相当こう必要なんで、やっぱり水が出ないと死んでしまいますね、やっぱりね。